彼は死だけを信じて育った。劣悪な環境のスラムに生まれ、彼が唯一子供の頃から信頼できた真実は、殺せば人は死ぬ。だから彼は殺し屋になる道を選んだ。それは彼の天職だった。力が強い者は知識で殺す。頭がいい者は力と技で殺す。両方とも強い者は人間的魅力で籠絡する。数えて千人を殺す頃には、死神が彼を飾る通り名になっていた。迂闊に扱うなよ。どんな状況からでもやられる危険性があると思え。ま、どんな殺し屋もこうなってはざまあないな。明晰な頭脳に強靭な肉体、戸籍もないから死んでも文句を言われない。今回の実験の素材としてはうってつけだから。捕らえた。いいか、モルモット。伝説の暗殺者死神の新たな生活は、朝から晩まで人体実験を受ける日々だ。監視役を押し付けられた類か。でしょ、何もしないから解放してくれませんか。ダメです。もし殺されたら私死んじゃうもの。この女はやりようによっては使える。だが一つ気になることがある。そのシャツ何。雪村アグリです。よろしくお願いします。 ATP アーゼリバランスフェイズ SOD 阻害薬40投与。はい。好きだらけだが、今やっても脱出を困難にするだけだ。うん。あ、お疲れ様です。ふぅ。少し休んだら言ってください。バイタルチェックしますから。相変わらずダサいシャツ着てますね、雪村さん。これもダメ。独房生活の清涼剤になればと思ったのに。正直イラッとします。好きなブランドなんですけどね。私の生徒にもなぜか評判悪いんです。生徒アグリ、データチェック一つ取るのに何分かかってる。ごめんなさい、小太郎さん。お前の親父がうちの下請けだから、お情けでお前をもらってやるんだ。恩に報いろ。俺の命令には誠心誠意全力で従え。じゃあな、モルモット。また明日。生命の中で半物質を生成させる。それが柳沢の研究の核心だった。半物質生成に必要な粒子の加速サイクルを生命のサイクルに組み込み、巨大なエネルギーで細胞のエンジンを始動させる。柳沢、うん？手足がだいぶしびれますね。寒気も少々。酸をつけろ。末梢神経障害が出てるのか。アルカロイド剤はもう投与をやめた方が。私自身が実験を巧みにコントロールすれば、成功確率はさらに高まる。人知を超えた破壊の力が手に入る。うわ、今日はチェック項目多いな。急いで進めないとまた叩かれちゃう。叩かれると不都合でも。まあ一応本職は教師ですから、頭悪くなったら困ります。
教師アグリ待たせるなと何度言えばわかるんだ。ごめんなさい、今やります。体力と事務処理だけが取り柄だろうが、モルモットの観察一つできないのか。言ってダメなら体に押し。死神さん、今何を。麻痺させただけですよ。これで明日も教師ができますね。ここに来て3ヶ月も経つ頃には殺し屋と教師は窮地のように打ち解けていた。二次方程式ならこのくらいはひねらないと歯応えがない。進学校の生徒相手ならなおさらです。本職の教師が殺し屋に授業されてる。私より教師に向いてますよ、死神さん。まあ仕事上大学教授にも化けますからね。ですが私に教師は向いてない。一人だけ教え子がいたんですが裏切りまして、そのせいで私はここにいるんですが。これで死神の名声とスキルは僕だけのものだ。それだけじゃない、先生だって持ってない変装スキルも最近身につけた。さよなら先生、見えてなかったよね、僕の顔。わからないものです。ほぼ完璧に能力を伸ばし、ほぼ完璧に管理してきたつもりですが。わかる気がする。多分その生徒は見てほしかっただけなんですよ、あなたに。ちゃんと見てたんですがね。能力や性格をよく見るのは人心掌握の基礎ですから。リラックスタイムはおしまいだ、モルモット。高速台に登れ。実験再開だ。被験者の肉体が未知の変化を始めています。膨大なエネルギーを秘めているだけに、逆らわれたら。もし奴が脱走を企むならアグリを人質に取る。え、従順でそこそこ優秀で死んでも誰も文句を言わないモルモット。いわばあの女は奴の邪心を図る捨て石だ。想定内の拒絶反応です。放置して構わないと。自分が生贄であること、死神が人ならざる存在に変わっていくこと、それらを感じながらも彼女は余計なことは何も聞かない。今日もお疲れ様でした。少し休んだらバイタルチェックに入ります。あとはいつもみたいにお話ししましょう。ただまっすぐこちらを向いて今日も彼女は平和に笑う。そうか、見るというのはこういうことか。そうしましょう。学校のテスト問題は、誰にも姿を見せなかった伝説の殺し屋は見られることが嬉しいことだと初めて知った。さらに季節は巡り、彼女の教え子たち、くぬぎが丘中学の3年E組の生徒が入れ替わる頃、それは三日月が生まれる2週間前。わずか 0.1g で核爆弾並みのエネルギーを放出する反物質。その粒子の加速サイクルを生物に組み込むことで持続的生成を可能にしたのが柳沢教授の研究でした。伝説の暗殺者死神はその人体実験を日々受けていた。彼の体を循環し始めた反物質エネルギーはその体組織を強靭で柔軟な物質構成へと置き換えていった。柳沢はそれを触手と呼び、恐れ高速台を強化。
危険な監視は雪村アグリに一任された。そして彼女は知った。死神が自分の本名も生まれた日も知らないこと。優しい言葉や笑顔は全て暗殺のために身につけたこと。彼も知った。彼女とフィアンセである柳沢との間に愛情が介在しないこと。演技に邁進する自慢の妹がいること。二人が出会ってすでに一年近く。いつしかここは二人の語らいの空間になっていました。あ、そうだ、今日買った新しいインナー見てください。懲りませんね。センスのない服でまた女を下げなくても。じゃじゃーん、鬼柄チューブトップ。ちょっとキツキツだけどいいセンスしてるでしょ。にひゅーん。あの、やっぱし変ですか。ただどういいかと思って。これはその、まさか実験の影響で。触手さんは正直なんですね。え、どんな形にも変わるその手はあなたのなりたい姿を映す鏡なのかも。私の、もしもあなたが平和な世界に生まれていたら、頭はいいのにちょっとエッチでどこか抜けててせこかったり意地張ったり偽らない優しい笑顔のできるそんな人になっていた。あかり、今晩ちょっと飽きそうなんだけど食事でもどう？そんなことよりお姉ちゃん、妙に声が明るいけど好きな人でもできたのかな？何よ、私婚約中よ。別にいいじゃん、外面だけいい横暴男なんて見切っちゃえば。あのね、まあいいわ、お姉ちゃんの気になる人の話も聞きたいし。じゃあ OK ね。うん、ごちそうさま。もうプレゼント？ええ、首元が冷えるって言ってたから。これならカバー範囲も広くておしゃれですよ。どうも。お気に召さないのは分かりました。ああ、いや、なんで唐突にプレゼントなのかなって。あなたと出会って今日でちょうど1年。生まれた日が分からないなら今日をその日にしませんか。あ、いっぱいお話聞かせてもらっていっぱい相談に乗ってもらいました。出会えたお礼に誕生日を送らせてください。いただきます。よかった。でもこれは渡せませんね、この壁がある限り。それに教師を辞めてここで常勤するようにって柳沢さんが。結局私、前の E 組の生徒のほとんどの目に光を灯すことができなかった。今の子たちにだって私まだまだ未熟で。それなのに。でもうちの生徒たち本当みんないい子なんです。みんなみんな個性的で真面目で純粋なんです。だからこそみんなの助けになりたい。この仕事がみんなが好きだから。死神さん、あなたに触れたい。支えてくれたあなたから最後の一年頑張る力を与えてほしい。偽りの笑顔はいつの間にか本物の笑顔になっていた。大丈夫、あなたならできます。はい。二人が初めて触れ合ったのは三日月が生まれる3時間前。
機が。はい、 70% が消滅。月面実験マウスの半物質エネルギーが放出された模様。細胞分裂が限界を超えたのか。サイクルを人間に置き換え、今の現象が起こる日を算出しろ。はあ、出ました。来年の3月13日です。それがやつもろとも地球が滅ぶ日だ。主任、いかがします？決まってる。やつは殺処分だ。鎮蔵さえ止めてしまえば問題ない。地球米国本部に連絡しろ。はい。私が呪われた死を迎えるのは当然の報い。望みを捨ててはダメ。助かる方法を。だが、せっかく手に入れたこの力、さよならです、アグリ。私はここを出る。予定よりまだ早いが、十分なパワーは手に入れた。この程度の施設など。ダメ、もう悪いことは。私はあなたとずっと。止める気ですか？はい。君がどうやって、その腕で、その頭脳で。私以上の能力がなければ、私を止めることも救うこともできませんよ。人質に値する価値すら君にはない。無駄死にする前に去るといい。雪村です。第一扉解除願います。さあ試してみよう。拷問に耐えて手に入れたパワーを。警備システムはどうした？それが作動しません。射出口が強力な粘液で。ありがとう柳沢。おかげで無敵の体を手に入れられた。私の先導があったとはいえね。実験を誘導していたというのか。小太郎さん、彼を助けてあげて。出ないと。このアバズレが。男と見たら尻尾振って拾ってやった恩も忘れ、柳沢だ。お前もやつも。くそ、警備兵を集結させろ。やつを迎え撃つ。に乗るな、モルモット。我々がただ実験に終始していたと思うな。撃てー。大動脈を破壊するだけなら、うん、砂粒で十分。君ら程度などいつでもやれた。触手地雷、半物質生物の副産物だ。センサーをつけて制御すれば、亜音速で襲う武器となり、人間に移植すれば超人的戦闘力が手に入る。この程度では死にませんね。殺せ！おい、先生、滅しろ！超ガラグリルを！どの道、1年後には死ぬ身。ここで死んでも構わない。地球と共に死ぬのも悪くない。ダメ！そっちに行ってしまったら、あなたはもう
もう戻れない。すべて見えていた。すべてが見えていた気になっていた。しかし、私を見ていた彼女の存在が、私には見えていなかった。アグリ！ドジこきました。まさかあんな仕掛けがビルって。なぜ？声くらいじゃあなたは止められない気がして。あと 0.1 秒早く気づいていれば守れた。触手を医療に使う訓練をしていれば救えた。どうして気づく時間はたっぷりあったのに、殺す力を壊す力をどうして誰かのために使わなかった。どうして、どうして、私が殺したも当然だ。そんなわけないじゃないですか。私がそうしたかっただけ。それにあなたならたとえ殺されてもいい、そのくらい大切に思えるから。きっとあなたもそんな相手にめくり合えますよ。君になら殺されても悔いはない。だが君以外にそんな相手がいると。もし残された一年あなたの時間をくれるなら、あの子たちを教えてあげて。あなたと同じ、あの子たちも闇の中をさまよってる。まっすぐに見てあげればきっと。なんて素敵な触手。この手ならきっとあなたは素敵な教師に。ようやく気づいた。彼女の欠点は魅力でもあったんだ。残された時間を教師であることに使おう。あなたが見続けてきた生徒たちを私の目で見続けよう。この触手を離さない。触手が聞いてきた。どうなりたいかと。弱くなりたい。弱点だらけで親しみやすく、どんな弱いものも感じ取る。守れ、導ける。そんな生物に、そんな教師に。時に間違い、時に冷酷な素顔が出ることがあるかもしれない。でも精一杯やろう。彼女が目指したことを自分なりに、自分の得意なやり方で。先生の話は以上です。先生の教師としての師は雪村アグリ先生です。目の前の人をちゃんと見て、対等な人間として尊敬し、一部分の弱さだけで人を判断しない。彼女からそういう教師の基礎を学びました。先生はそれに自らの知識経験を足して、皆さんと向き合う準備をしました。自分の能力の限りを尽くし、
君たちに最高の成長をプレゼントする。そのためにはどんなやり方がベストなのか考えて考えてたどり着いたのが先生の残された命を使った暗殺教室です。コロ先生が E 組に来て9ヶ月、みんなはのびのびと成長できた。本当に僕らにとって最高の先生だ。30分かけて先生になった本当の理由を話し終わった時、突如僕らの頭をコロ先生との思い出が駆け巡った。怖かったこと、腹が立ったこと、嬉しかったこと、楽しかったこと、楽しかったこと、楽しかったこと。僕らは恐ろしい難題を突きつけられたと、この時初めて気がついた。この先生を殺さなくちゃならないのかと。ねえカラスマ、殺すってどういうことか本当に分かってる？